はい、基礎から学べるバレーボール上達法の阿部です。この動画ではバレーボールの技術を学んで過程でつまずきが起こるポイントを解決して皆さんと一緒にレベルアップを目指す動画になります。今回は Yahoo 知恵袋に質問に答えていきます。今回の質問が、今度大学に入って初めての公式戦があるのですが、僕はピンチサーバーとして起用されることになりました。確かにサーブはまあまあ得意なプレーなのですが、高校ではスタメンだったので、ピンチサーバーの経験はゼロです。最近練習試合などで何度かピンチサーバーとして起用されたのですが、途中から出場していきなりサーブ打つのは想像以上に難しく、力んでアウトにしたり、自分のベストのサーブが打てなかったりと苦戦しています。どうすれば一発勝負で自分のベストのサーブを打てるでしょうか。試合中の心構え、日頃の練習からできることなど、できればピンチサーバーの経験のある方にアドバイスをいただきたいです。ピンチサーバーの経験なくてもバレーに詳しい人でも構いません。回答お願いします、ということです。はい、じゃあ今回の質問なんですけども、大学に入って公式戦でピンチサーバーとして起用されたということで、途中から出場してサーブを狙うのは想像以上に難しくて、力んでね、アウトになって自分のベストのサーブが打てないということで、どうすれば一発勝負で自分のね、ベストサーブを打てるかどうかっていうのをね、確認してると思うんですけども、私はね、ピンチサーバーの経験がないんですけども、私常にレギュラーとして出ていたので、ピンチサーバーとしては経験がないんですけども、私がね、ピンチサーバーとして出るんであれば、基本的にはピンポイントで狙うように意識をしますね。で、ピンチサーバーっていう立場上、コートからね、相手のフォーメーションや、ウィークポイントをね、観察することができますよね。実際試合に出ていなくて、外からね、試合を見れますので、相手のレシーブ状況だったり、相手のね、苦手なサーブカットが苦手な選手だったり、どういうふうにね、フォーメーションで守っているかなど、相手のね、ことをね、すごく観察できると思うんですよね。で、試合が始まって、漠然とね、ゲームを見てるんではなくて、で、自分がね、出番があるまで、相手のね、チームの、ウィークポイントだったり、フォーメーションっていうのをしっかり観察して、狙いどころっていうのをね、決めておくっていうことが大事ですね。あの人サーブカットが苦手だ。このフォーメーションだったら、あそこにサーブ狙ったら、もしかするとサーブカットミスするなとかっていうふうに、で、試合が始まって、どこを狙った方がいいのかっていうのを常に頭の中で考えて、で、試合見ておくっていうのが大事ですよね。いつの段階でピンチサーバーとして呼ばれるかわかんないので、ローテーションごとに、このローテーションだったらこっちに狙えばいいんだなとかっていうふうに、いろいろね、考えながら試合を見ておくのがとても大事かなというふうに思います。じゃあ、いざね、じゃあピンチサーバーとして、監督が呼ばれた時に、出番が来たら、首までね、集中力を研ぎ澄まして、ただね、自分のここはいいなっていうふうに狙いどころっていうのを、1点を狙って打つっていうのがとても大事だなというふうに思います。で、この時に勘違いしてほしくないのが、間違ってもね、サービスエースをね、狙って打とうっていうふうにね、思わないでくださいね。確実に8割ぐらい、自分のね、100%の力で打つじゃなくて、8割ぐらいの力で打って、まずはね、確実に入れることを、まずはね、目的にします。で、そして、入れて、相手をね、崩したら勝ちっていうふうに思ってください。サービスエースを狙ってサービスエースができなかった、だからダメだったとかじゃなくて、サーブを狙って、8割も、8割でも9割でもいいので、サーブをね、確実にね、入る力で打ちますと。で、打って、相手が少しでもサーブカットをミスをしたら、そのピンチサーバーの意義があると思うので、サービスエースが取れなかったからといって落ち込むとは必要はなくて、相手を崩せさえすればこっちの勝ちですね。相手を崩して、相手が2ラウンドしてもセッターが、苦しい状態で上げて、コンビがね、使えなかったりっていうふうになれば、ピンチサーバーとしての価値があるので、サービスエースを狙って打ってミスするとは絶対なくすようにしましょうね。8割でもいいので、しっかり入れて、ピンポイントで相手を狙って、サービスカットを崩すっていうところを目的にやってもらうと、いいのかなっていうふうに思います。逆にサービスエースを狙って、打ちますよね。じゃあ、仮に1本目サービスエース取れました。やったー。やっぱりサービスエース狙うってことはある程度ね、スピードも速くて、ネットギリギリだったり、かなり際どくサービスエースを狙うっていうのは、サーブを打たなきゃいけないので、その分ミスをしやすいんですよね。で、仮に
1本目をサービスエース取れましたって言って、2本目もまた同じように、まあ、1か8かのサービスエースを狙って打って、2本目ミスしましたって言ったら、まあ、1点こうですね、1点取りました、1点返されました、終わりだったら、そのピンチサーバーとしての役割が全く意味ないですよね。全く行って帰ってで返しましたってことだったら、全くそのピンチサーバーとしての意義があまりないと思うので、自分がサーブでミスしてしまったら、またね、相手に流れがいってしまう可能性があるので、サービスエースをね狙って打つっていうのはあまりねよろしくないのかなっていうふうに思います。なのでしっかり集中力を高めて、まあ、8割とか9割の力でいいので、しっかり相手のね、ウィークポイントを狙ってサーブ打つっていうのがとても大事になります。で、そして人間の脳っていうのは一度にね、いろんなことを考える仕組みになっていなくて、一点にね、集中力を高めることによって、脳に緊張の入るね、隙間をなくすことが大事になります。これが中途半端な集中力だと、で緊張がね、容赦なくね、脳に入ってきて、で逆にね、緊張で脳がね、支配してしまうんですよね。なので他がね何も入らないぐらいに一点に集中してサーブをね狙うことによって、緊張がね入る隙間がないので、そのくらいね集中力を高めてもらえれば、しっかり集中してサーブね打てると思います。まあ緊張が入ってくるってことは、しっかりね一点に集中してサーブ打ててないっていうふうに思ってください。サーブ一点だけ考えてもらえると、まあ、緊張ってことはほとんどしないと思うので、緊張するってことは、まあ、いろんな雑念、集中していないっていうことなので、集中してなくてやっぱ緊張ってことは体に入ってきてしまうので、もし緊張するんであれば、しっかり、ね、集中していないっていう証拠なので、しっかりね相手のウィークポイントをしっかり狙うんだっていう意味で、しっかり狙うように集中に意識を向けた方が私はいいのかなというふうに思います。はい、じゃあ今回その回答をまとめますと、まあ、ピンチサーバーっていうのは、ね、試合が始まったら外から相手の、ね、状態を見れるので、相手のフォーメーションだったり相手の、ね、ウィークポイントっていうのをしっかり、ね、把握してきて、自分がね行ってた時にいつでもね狙いどころっていうのを探しておけるようにしてくださいってことですね。じゃあね、ピンチサーバーとして出た場合には、100% の力で1か8かでサービスエースを狙うというふうにはしないでください。でサーブっていうのは8割ぐらいの力で集中して、相手の、ね、弱点っていうところですね、サーブカットが苦手な人とか、フォーメーションでねレシーブが苦手なところっていうのをしっかり1点集中してめがけて打つと。で相手のサーブカットを崩せさえすればピンチサーバーの、ね、勝ちだと思います。サービスエースを取るだけが勝ちじゃなくて、ピンチサーバーっていうのは相手のねサーブレシーブを崩せたっていうことが価値があると思うので、しっかりねサービスエースを狙うサーブじゃなくて、相手を崩せるサーブっていうのを常に意識してサーブを打ってもらった方がいいと思います。まあ、逆にねサービスエースを狙ってサービスエース取れました、で次ミスしましたって言ったら全く意味がないので、なので相手のサーブカットを崩せるサーブっていうのを常にできるように意識してサーブを打ってください。で、サーブ打つときに、まあ、緊張する場合っていうのは、まあ、しっかり、ね、集中してないっていう証拠なので、で緊張っていう、ね、隙間が入らないくらい一点に集中してサーブを打つように、ね、毎回ね意識してやってもらえるといいと思います。はい、この動画について質問、バレーボールについて質問はコメント欄にお願いします。この動画の方は、ね、高評価ボタンお願いします。チャンネル登録したい方はチャンネル登録もお願いします。Twitter や LINE アットしていますがたらフォロー等々お願いします。私の方で YouTube 以外でもバレーボールの、ね、ブログやっています。バレーボールの記事が、ね、たくさん載っていますので、ぜひ、ね、興味ある方は下に、ね、リンク貼ってありますのでよかったら見てください。明日も動画あげます。必ずお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。